ザ・ロネッツ、ザ・ロネッツ、ザ・ロネッツは、ニューヨーク出身の1 9六十年代の女性歌手グループ、フィル・スペクターのプロデュースで知られる。代表曲は、B、My b a ビ y Baby I Love You、恋の甘音、Walking in the Rain、b r e a k i など。リードシンガーのベロニカ・ベネット、別名ロニー・スペクターが、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な1人のシンガーにおいて、 第69位にランクインしている。1958年、フランキー・ライモンザ・ティーン・イージャーズの楽曲、恋は、癖物の,の虜になったベロニカ・ベネットが、実施と年下のいとこを誘って結成した。メンバーは、リードシンガーのベロニカ・ベネット、ベロニカ・ベネット別名ロニー・スペクター。1943年8月10日、生まれ、ベロニカの姉のエステル・ベネット。 1941年7月2日、生まれマイナス2009年2月11日没、そしてベネット姉妹のいとこのネドラタリー、1946年1月27日生まれ、の3人。ベロニカとエステル姉妹の母親は、アフリカ系とチェロキー族の根結で、父はアイルランド系。ネドラタリーの母親は、アフリカ系とチェロキー族の根結で、父親は、プエルトリコ系。 最初はドリーシスターズと名乗っていた。これはロニーたちの祖母がいつまでもお人形さんのように可愛い姉妹、ドリーシスターズでいてほしいという願いを込めて付けたものだった。しかしロニーたちはすぐにロニーレラティブスとグループ名を変え、その後ロネッツとするに至った。これはロニーの母親がロニーの名前をもじって付けたものだった。そして三人で ペパーミントラウンジというクラブに遊びに行ったところ、3人ともかなり派手に着飾っていたため、ステージのダンサーと間違われ、ステージに上げられてしまったことがきっかけなり、ダンサーグループとして活動を開始、その後コロンビアピクチャーズ参加のコルピックス、コールピックスレコードにスカウトされ、1961年にレコードデビューをする。しかしながら、ヒットに恵まれなかった。そこで、 ロニーの姉のエステルがダメ元でフィル・スペクターのプロダクションに連絡したところ、スペクターは会うことを承諾。そこで行われたオーディションで、ロニーの声にスペクターが興味落ち、ロネッツは彼の持つフィレス、フィリス・レコードと契約を交わすこととなる。そして、1963年にフィレス・レコードからの彼女たちの最初のシングル、B、My Baby、放題。 私のベビーがリリースされ、同年の8月にビルボードチャートで最高2位、イギリスでも4位の大ヒットを記録するに至った。その後も、ベビー、アイラブユー、恋の雨音など数多くのシングルをリリースし、ヒットを記録していたものの、1960年代中期には活動休止し、1966年夏、ビートルズ最後のコンサートツアーの前座として、 北米を回ったのを最後に解散した。後に復活したものの、あまり人気が出なかった。70年代には、エステルとネドラに代わり、チップ・フィールズとダイアン・リントンを新しいロネッツのメンバーとして活動していたこともある。74年には、ダイアン・リントンに代わりデニス・エドワーズが加わり、活動していた。ベロニカは、1968年に、フィル・スペクターと結婚。 1973年に離婚した後、ソロ活動を開始した。2009年2月11日、ロニーが自身の HP で、姉エステルの死を伝えた。2004年、ボーカルグループの栄誉の伝道入りを果たす。ダーレンラブと共に、長期にわたって、ロックの伝道入りの資格があったにもかかわらず、それが遅れたのは、 ロックの伝道の理事会員であるフィル・スペクターから必要な妨害を受けたためであると言われている。妨害の理由とされているのは、ベロニカとフィルが離婚したことや、未払いの著作権使用料をめぐって、ロネッツがフィルを訴えた。結局、ロネッツ側の敗訴に終わったことなどである。しかし2007年3月12日、フィルが殺人事件で起訴され100万ドルで保釈されている間に、ロネッツは、 ロックの殿堂入りを果たし、ニューヨークのウォレドルフイコールワストリアでセレモニーに出席した。プレゼンターは、ロネッツの長年のファンと自認するキース・リチャーズ。ベロニカとネドラがベビー、アイラブユーとウォーキング・イン・ザ・レインと be マイベビ b を歌った。エステルは出席していたものの、1968年に芸能界を引退していたのと、 すでに心身を病んでおり歌える状態ではなかったためにステージには上がらなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。